はい、皆さんこんにちは、村長です。今日もソフチューブのイコライダーについてとっても激安になっているので皆さんにもご紹介をしたいと思います。パッシブアクティブパックというような3つのイコライダーが1つのパックになっています。名前の通りパッシブタイプのイコライダーとアクティブタイプのイコライダー、そしてその両方を持ち合わせているフォーカシングイコライダーという3つがパックになっているわけです。サムネにも書いたようにめちゃくちゃお得な 18,920 円を国内限定でですね、2023年8月、この時期だけ2410円というね、驚きの価格にしてるわけです。ソフチューブというのはそんなにいつも大きな安売りをするようなキャンペーンというのはやっていません。取り扱いはスタジオワンの代理店をやっている MI7 という会社がソフチューブも取り扱っているわけですけれども、今回初めは価格につられて購入してみようというふうに思ったんですけれども、実際使ってみたらあまりにも良かったので皆さんにご紹介をしようと思いました。タイトルの一番上にも書いてありますように、文句なしのツヤという感じです。このツヤというのは、使ってみたらすぐにわかるようなツヤというものが表現されます。特にフォーカシングイコライダーの方は、サーチュレーションというのがついていますので、よりアナログ的なイコライジングをできるようになっています。さあ、何はともあれ、一度やってみたいと思いますが、まず最初にやるのはパッシブタイプです。パッシブタイプとかアクティブタイプというのはどういうことか。まずここからやらないといけませんよね。パッシブタイプというのはコイルなんかを使ってイコライザーを実現しているんですけれども、わかりやすく言えば電気回路を使いません。もちろんアンプの部分とかは電気がいるわけですけれども、イコライダーそのものには電気回路というのがありません。ですから特徴的に言えば繊細でマスタリングのイコライザーなんかにはとてもいいです。ただ先ほど言いましたそのコイルというのがですね、案外部品的に高くてですね、実際の実機ではパッシブタイプというとワンランク上というふうになりますが、イコライザーをするという意味では高い安いで判断はできません。繊細な感じで使いたいときにはパッシブタイプがいいと思います。それに比べて2つ目のアクティブタイプというのは電気を使います。電気を使う分若干イコライザーを突き上げていくとサーチュレーションがかかったりというふうになります。少しノイズも増えると思います。その分、いい言い方をすればパンチが出やすいというような特徴があります。どちらになっても、まずこの2つを実験してみましょう。マスタリングのところに入れてあるわけですけれども、他のものは入っていません。ただし、ここでは CTC をミックス FX に入れている。ここだけが違います。じゃあ、音を鳴らしてみます。まずはバイパスから。私の夢のノーベイサーク。パッシブタイプ入れます。希望の明かり燃やそうと。どう落とします。今度はミドルの周波数をちょっとずつ切り替えていきます。私の夢の 700Hz です。ノーベに咲く希望の明かり燃やそうと。海を見つめるし、はい、このぐらいのところだったらとっても明瞭感が出てきます。私の夢の延
壁に咲く。じゃあ灰を落とします。希望の明かり燃やそう。上げていきます。はい、バイパスします。のべに咲く希望の明かり入れます。燃やそうと海を見つめる。今アクティブにした時とバイパスにした時の音量差がほとんどなかったと思います。ここのアウトプットゲインで落としていまして、ほとんど同じぐらいの音量で聞こえるようにします。コンプだけではなくて、イコライダーもこのように入り音と出音がほぼ同じようにして確かめないと、イコライダーの聞き加減があまりわかりませんので、これはとっても重要なことです。ただし、それで合わせてみて、ちょっとボリュームをつきたいなという時には上げればいいと思います。やってみましょう。私の夢のバイパス、のべに咲く。バイパス方が大きいぐらいです。希望の明かり、もうちょっとつきます。燃やそうと海を、バイパスします。入れます。ハマユの花、私の夢の延べに咲く希望の明かり、海を見つめる白い花。これがパッシブタイプのイコライダーです。次はアクティブタイプのイコライダーで音作りをしていきます。私の夢の今は 120Hz です。もう少し下の領域、希望の明かり、ちょっとブーストします。次は6デシベル上げています。次は周波数を変えていきます。はい、注意気を落としすぎるとこもりますね。はい、15キロちょっとつきます。このローカットはとってもよく聞きます。燃やそうと
バイパスします。はい、とっても低域がしっかりしていいですね。バイパス。入れます。はい、これもとっても艶が出ていい感じがしました。では最後にフォーカシングイコライザー、これをやってみます。まずはサチュレーションをオフにしておきます。そうしまして音作りをしていきますが、ちょっとこのつまみが変わっています。一番下にすると0になります。ですけどマイナスというのができないタイプになっています。ミドルは真ん中を中心にマイナスプラス10デシベルずつになっています。ハイも同じでですね、下にやるとフラットになります。フラットよりつくことはできますけれども、下げることはできません。こういうような仕組みになっています。この右のところでパッシブとそしてアクティブを切り替えれるようになっています。ちょっとパッシブのままでやってみましょう。まずはイコライザーで音作りをします。私の夢の延べに咲く、はい、ちょっとハイが足りません。希望の明かり燃やそうと、いい感じですね。海を見つめる白い、はい、周域はい、低域です。これでインアウトの音量を調整します。バイパス、はい、バイパス方が大きいですね。希望の明かり燃やそうと、海を見つめる白い花、ああ浜遊の花、私のバイパス。延べに咲く希望の明かり、もう少し灰が欲しいです。燃やそうと、海を見つめる白い花、ああ浜遊の花、これでとっても良くなりました。バイパス。入れます。さあこれでサチュレーションを少し入れていきます。ここにスイッチがあります。キープローというのにしておくとですね、ローにはあまり影響なくハイの部分にサチュレーションをかけていきます。ですからサチュレーションといってもあまり濁るというイメージよりも透明感が出るという感じです。これをキープハイというふうにしておくと、今度はあまりハイに色付けをしないで低音のところに色付けをしてくれるようになります。中間にはニュートラルというのがあります。これではあまり特性を出さないような形にできています。ではこれでサチュレーションを上げていきましょう。
私の夢の延べに咲く希望の明かり。スイッチを変えます。はい、アウトを調整します。入れます。はい、ちょっと曇っていますよね。入れます。いい感じです。海を見つめる白い花、ああ浜夕の花、私の夢の。はい、これがフォーカシングイコライダーというもので、アクティブとパッシブの両方を持ち合わせていますが、パッシブでやりました。アクティブに変えるだけでどんな風に変わるかやってみましょう。私の夢の延べに咲く希望の明かり。はい、ちょっとノイジーになりましたね。そして飽和が多くなるっていう感じです。クリアさはパッシブの方がいいですね。ちょっと続き聞きます。上げます。海を見つめる白い花。僕はもう好き好きで言えばですね、パッシブの方がとっても透明感があって好きです。このソフトの方はこうやってローカットとハイカットはここで調整をすることができます。この3つどちらになってもですね、たくさんのパラメーターがあるわけではありません。でも皆さんはどう感じるかは分かりませんが、僕はイコライザーというのはとても有名なファブフィルターのイコライダーやソニブルのイコライダー、イコライダーというものはもう数えきれないほど持っています。30から40ぐらいはあると思うんですが、その僕がこうやって新たに皆さんにお伝えをしているということは、それだけたくさんのイコライザーを触ってみてもこれがかなり良かったということです。そしてなおかつ価格もめちゃめちゃ嬉しい価格ですよね。もし一度試してみようと思いましたらですね、8月いっぱい国内限定価格で 18,920 円が 2,410 円というふうになって、この3つのイコライダー全てが手に入りますので、このように使い比べというのができます。一度試してみるのもいいんではないでしょうか。村長スタジオでした。村長ミュージックスタジオ。